皆さん、振付師オンディです。今日はですね、腰回りに効く3つのストレッチ、3分ほどでお伝えしていきたいと思います。やっぱり腰回りね、ずっと座っての作業が増えてくるので、腰回りがちょっとなんか腰が痛いよとか、まあ、肩から腰に来る場合もあるんですけど、腰回り疲れてる方多いと思います。ですので、簡単にできるね、3つのストレッチを今日はご紹介していきます。寝た状態でやります。さあ、膝を立てた状態で寝転がりましょう。そしたらこの足、まずはグーッと自分に抱えてきてください。腰の裏浮かないように、隙間ができないようにグッと抱えます。さあ、この状態で呼吸をしましょう。鼻から吸って、口から吐きます。はい、そしたら足を置いて、膝と膝が離れないように左右に振っていきます。さあ、この時倒す時に吐いて、戻すときに吸う、吐いて、吸う、繰り返していきましょう。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って。はい、OK です。もう一度抱えてください。この時、膝の高さを確認します。どちらかの膝が高くなったり、ずれていたら骨盤が歪んでいますので、自分でうまく骨盤調整して直してみてください。はい、そしたらですね、今度はお尻周りを少し鍛えることになるんですが、ピラティス的にお尻を浮かせていきます。そこから下ろしていくんですが、この時コツがあります。首の後ろから背骨から順番に1本ずつついていくイメージですね。頭からお尻にかけて骨を1本ずつついていって、最後におへそがタッチする、そんなイメージで5回ゆっくり下ろしていきます。まずアップしましょう。しっかりおへそ、お尻を上に上げた状態を作って、では頭から順番に下ろしていきます。せーの、ゆっくりと下ろしていって、最後におへそ、お尻、座骨という感じですね。さあ、もう一度上げて、2回目、せーの、ゆっくり、ふー、息吐いていきましょう。はい、持ち上げて、さあ、3回目、せーの、ふー、さあ、最後まで下ろして、息吐き切って、はい、吸いながらアップ、あと2回いきましょう、せーの、ふー、ラスト吸って吐きます。はい、そしたら膝を抱えてだるまで起きていきましょう。ということで、腰回り少し楽になりましたでしょうか。最後にしっかり座骨でついて、体育座りを首長くします。はい、そのまま上を向いて、太陽の光を浴びているような朝の気持ちいい空気を感じてください。今日も一日いい日になりますように。ということで、皆さん、今日はですね、腰回りのストレッチをお送りしました。またね、毎日こうしてダンス習慣身につけていって、体からのアプローチで心を元気にしていきましょう。振付師のオンディでした。ありがとうございました。